サッカー界のレジェンド、元イタリア代表のデルピエロ氏が FIFA ワールドカップカタール2022でスペイン戦を控えている日本代表にグループリーグ突破のチャンスがあるとエールを送りました。Nice to meet you. I'm from Japan. Vivian Melbourne. I can tell. Yes, yes, you have a chance, of course. You deserve a chance. You deserve it on the pitch. With that incredible first game against Germany, you know, that you kind of shock everybody with that win that was impressive. 元イタリア代表で親日家としても知られるデルピエロ氏はドーハで取材に応じ、日本代表がドイツに大金星を挙げた初戦を驚くべき素晴らしいパフォーマンスと称えました。一方、コスタリカに敗れた2戦目について残念だったとした上で、初戦との差についてグループリーグではそういうことも起きると述べました。3戦目で強豪スペインとの対決を控える日本がグループリーグを突破できるかと問われると、ドイツ戦で世界に衝撃を与えたチームなのでもちろんチャンスはあると日本代表にエールを送りました。